はい、皆さんこんにちは。今回からブレンダー、第2回目ですね、をやっていこうと思います。今回は基本操作をちょっともろもろ触っていこうかなと思います。で、ちなみにブレンダー自分使い方全然わかんないんで、わかるまで配信するスタイルなので、皆さんまだブレンダーやったことない人は、一緒に、私と一緒に、どんどん進めて上手くなってきたらいいなと思います。じゃあどんどんやっていきますね。特に説明しながらじゃなくて、自分もブレンダーわかんないんで、調べながらちょっと進めるんで、まあつまんないかもしれないんで、ラジオ感覚って感じですね。やってきます。で、ブレンダーはここ、アウトライナー、これマヤと一緒のアウトライナーみたいなのあって、で、ここに、なんていうの、トランスフォーム、トリビュートエディターと、チャンネルボックスみたいなのが入ってて、で、いろんな機能がここに 付けられるって感じですね。モディファイヤーとか、モディファイヤーのスムースとか、マヤでいうスムースとかの、サブディバイドみたいなものがここにいろいろ入っててって感じなんで、どっちかというと機能ベースというよりも、こういうメッシュベースでってイメージが強いのかもしれないですね。マヤとかだと、こうモディファイヤー、スムースとかかけるときって、こっちからなんかメニューが、ポリゴンメニューとかがあって、その機能を与えるって感じなんですけど、それがこっちに全部集約されて、一個一個に継承されるって感じなんですね。ちょっとなんかつけてみようか。なんか全然わかんないけど、なんとなく察すると、サブディビジョンサーフェス、がスムースっぽい感じなのかな。そうですね。が入って、で、こういう、バツを押せば消えるって感じなんですね。が、いろいろ入ってる。これ、なんだこれ。パーティクルとかもこっちに入って、Q、これもなん、全然わかんないですね。ソフトボディ、フルイド。フィジックスがなんかできるのか。っていうので、やっぱこっちに全部入ってるみたいですね。っていう意味では、モデリングメニュー、リグメニューとか前やってたけれども、ここで全部、そのタブ切り替えってイメージが強いのかもしれないですね。こっちで全部できるっていうのは、割とそれはそれで便利な気がしますね。マテリアルもこっちだし、オブジェクト、データ、プロパティ、よくわからん、UV とか、焦点カラーとかっていう、なるほど。こっちが設計思想というか、ポリゴンリグとか、マヤのこっちのシェルフにあったのが、こっちに全部入ってる。シェルフじゃない、メニューがこっちに全部入ってるって感じなんですね。まとまってて分かりやすいです。っていうのがここ。マヤの上部メニュー軍団がここに全部入ってるって感じなんですね。で、下がタイムラインか。で、こう下。ここやっても何もならないって感じで、ここじゃなきゃダメなんですね。っていうところが入ってるとこ。ここはマヤと変わらないですね。で、ここも、これも、メニューもマヤと変わらないってところですね。が入ってると。で、ちょっと違うのは、このリグメニューとかは違うんですけど、こうレイアウトとかモデリングとか、こうなんかそれに特化したビューというかが、すごいな、なんか Z ブラシみたいなやつが入ってるんですね。これできんの？ちょっとこう頂点がこれだとあれですけど、だから UV エディターとかでもエディターが完全に切り替わるって感じなんですね。これ面白いというか便利ですね。コンポジットもあるんだ。何でもありますね。ジオメトリーノーズ。よく言われてるけど全然わかんないですけどね。スクリプトができると。だいたい素人なんで、まだレイアウトからしかわかんないですけど、こっからっていうところなんですね。で、ファイルはニューシーンとセーブアーズ、エディットはアンドゥ、この辺は一緒なのか。この5つはメニュー、ヘッダーメニューですね。で、こっちにもいろんな機能があって、シーンズとか、なら、これと、ビュー、ビューがここで切り替わっちゃう。ここにあるので、この左上全部入ってて、ここでビューポート、ビュー、
なんていう、これなんていうんだろう。まあ、切り替えられるってところですね。ここ、いろんな種類のものに。ここはアウトライナーとかにできるってことですね。なので、こう共通した UI なんで分かりやすいですね。左上を変えれば、なんか、いろいろできる。ファイルブラウザーとか。まあ、これも全部共通してるんで、覚えやすいですね。各エディターのタイプをここで切り替えられるみたいですね。で、この辺は、なんだ、キュートみたいな UI というか、この辺は変わらないですね。移動ができるっていうところですね。あとは画面分割。この辺でできるらしいけど、あ、できた。こんな感じでできるみたいですね。で、で、ジョインエリア、下にマージ。よいしょ。あ、これ左。この辺。これで、分割して、この境界線の上で右クリックして、ジョインエリアとかスワップとか、ジョイン、下に、上に、下に、上を、下にやると上の画面を下にジョイン、下から上に、なんか、やるっていう感じですね。できるってところ。ここ、だいぶ前より使いやすい気がしますね。前ってこういうのできな、こんなサクッとこう増やすっていうのはできなかった気が。別に右クリックじゃなくてもできるんだ。サクッと。右上がこれで、右下が？右下は？どうやってやった？左右。で、ジョインエリア、さっき自分どうやったのか全然わかんない。わかんない。どうやってやったんだろう。まあ、いいか。で、ここを合わせるって感じですね。ここでやるとどうなんだろう。ああ、ここはやっぱできないですね。ジョインエリア。ジョインエリア。ジョインエリア。って感じ。みたいですね。ナス左。そもそもこれで左。すごい。分割。難しいな。まあ、これは、ちょっと、なんか、ショートカットあるみたいですけど、なんかやり方うまくわかんないから、今回飛ばしますね。ジョインエリア。まあ、こういうの結構、マヤやってる時もあれですね。こう、基本操作を何回も繰り返して、まず体に叩き込むっていうのを、マヤの時もひたすらやってましたね。で、マヤと一緒で、コントロールスペース。これ、マヤも同じなんですけど、コントロールスペースで画面最大化できるようです。で、いろんな種類があって、まあ、ビューとかからもいろんなのができて、まあ、フレームセレクテッドとかあるんですね、これ。マヤの F キーと一緒かな。デフォルトの F キーで近寄るのと一緒ですね、これ。フレームセレクテッド。で、コピーもわかんないですよね。もう、コントロール V でできた。で、G で移動はできるみたいですけど。で、2つ選択じゃなくて、ビューでフレームセレクテッドで片方になって、ビューでフレームオールで、まあ、全部これと、これと、これと、これが入るっていうのがフレームオールですね。で、オーソグラフとパースペクティブとかができるっていうところですね。次は、まあ、ビューもいろいろあるけれども、一回飛ばしちゃおうかな。ビューリージョン。エリア。ドグルクワッドビュー。
ああ、これで4分割ってことなんですね。これがマヤのデフォルトというか、になるってところですね。トップ、オーソ、フロント、オーソグラフ、ライト。なんかこれ、見にくいですね、この境界線。で、トグルだから、これは分割って意味じゃないからこうなるんでしょうね、多分。ウィンドウの分割というよりも、トグルして、まあ4つに分けてるから、エディターとしては1個っていうところ、ぽいですね。で、トグルすれば、コントロールと Q。コントロールと Q。違う。わかんないですね。コントロール、これとシフト Q なのかな。違う。もうわかんないですね。やめよう。で、トグルで4分割できるっていうところですね。で、ブレンダーっていうのかな、ブレンダーがあってるんですかね。ちょっと英語の発音ちゃんと調べてないからわかんないんですけど。で、これが、ジオメトリ系で、これがカメラですね。で、これがライト。で、この真ん中のピボットみたいなやつらしいんですよね。これを起点にこれを回転とかできるみたいで、このピボット的なのを動かしたりして、なんかいろいろできるらしいですね。で、ビューの視点、いろいろあるな。視点、ビューポート、カメラ、トップビュー、ビューの切り替えですね。カメラからとか、トップとか、これはマヤのルックスルービューと一緒の機能っぽいですね。で、こっちからでもグリグリ回せるってとこですね。Y とか押せばこうスナップされるってとこですね。で、結構オルトとかをしながら、適当に今やってるけど、なんか動いたんで、オルトをしながらやると、こう勝手にスナップ、水平とかにスナップしてくれるみたいですね。こういう時結構ね、適当に押すと適当に機能が発動するんで。でもこれ、あれなんだ。左下のこの、ここ、見てもらうと、出るんですね。ヘルプ的なやつ。こう、クリクリしてるけど、左下見ると、アクシススナップ、オルトって出るんで。ああ、じゃあ、下見てれば結構便利ですね。こうしてるときに、セレクト、ボックスセレクト、こう、星っぱってことなんですね。この、ビヨビヨンってなってるの。で、ロテートビュー、オブジェクト、コンテキストメニュー、これですね。が出るってところはね、一番下見ると結構いろんなモードの時にどんなことができるかが出るから、これ分かりやすくていいですね。マヤとは全然違ういいところですね。あとはビューからいろいろ持ってあとはいろんな邪魔だとかサイドバー、このサイドバーが結構使うっぽいですね。だから N は必ず覚えておこうと思います。結構この辺でなんだろう、アドオンとか使うときここにメニュー出たりするみたいなんで、N は結構使うっぽいなと思いました。選択、左トラック、選択方法もいろいろあるみたいですね。ここにラッソとか、ラッソはよくやりますよね。セレクトサークル。謎。何これ。何これ。使うんですか、これ。すごい触りづらい。中心を、そういうことですね。中心を通れば選択できる。描くように、ペイントのように選択できるってことです。だけど、中心を選択しないと多分ダメなんでしょうね。モードがあるかもしれないけれども、これの中心、キューブの中心、この粒々をなぞれば選択できるってやつですね。ペンタブレットとかだったら使いやすいのかもしれないけれども、なんとなく自分使わない気がしました。でも慣れ、マヤだとあんまりこういうのなかったから、慣れてないってだけかもしれないですけどね。
こうなんか進めてるうちに使えるって気づくかもしれないですけど、今はちょっとあんま使わないかなっていうところですかね。これ。はい。で、次は。まあ、いろいろあるのか。オブジェクト。ビューポートのギズモ。ギズモ。ビューポートのギズモ。これか。ああ、で、いろいろあるのか。なるほど。これで、この辺入れると、マニピュレーターが出るらしい。でも G キーとか、ショートカット押すと出ないんだよな。これってどうなんだ。まあでも出なくても、まあ、G とか押さない方がこれ便利なのかもしんないですけど、どうなんだろう。デフォルトで出ちゃうってちょっと怖いですよね、もうこれ。オペレーションしてるときに、うわってなっちゃうから、これはどうなんだろう、いいのか悪いのか微妙ですね。いいのか悪いのか、でもこう選択した時に動かしたくない時の方が多いと思うんで、ここでギズモ出しちゃうと、ちょっとこの選択モードでギズモが出るから、なんかこう誤爆しそうですよね。だから一旦これオフにしましょうか、ちょっと怖いから ってところかな。で、あとは座標系ですね。ちょっとこれは多分、これ出しといた方が分かりやすいんで、やるけれども、グローバル座標、ちょっと回転させた方が分かりやすいのかな。回転ってどうなんだ？こうして、こうして、こうか。そうね、分かりやすい。こうした時にグローバルだと、この空間下だから、このワールド座標でこうなるってことですね。このワールド、だから YXZ、このワールド座標が安定して、マニピュレーターが出るってところで、ここをローカルにすると、このオブジェクト座標になるってところですね。回転させたからこうなってるってところが、この辺でいろいろできる。ジンバルモードとか、ジンバルこうなんだ。ちょっとわからんな。まあいろいろある。ちょっとまだ詳しくわかんないけど、今の自分の知識だとグローバルとローカルしかもうよくわからん。プラスマンのっていう、プラスって何やんだろうみたいなところですね。で、できると。で、3D カーソルってやつ。3D カーソル、これね、謎、謎中の謎ですね。があって、これなんだ？これ？フリーカーソル。3D カーソル。ちょっとこのモードやだ。ツイーク、セレクトボックス。3D カーソルが何？ああ、3D カーソル1で回転ができるってことか。で、これはバウンディングボックス。このキューブのバウンディングボックスの中心っていう、こうピボットとかなんかそういうのがコントロールできるってところですね。なるほど。で、オブジェクトから、スナップ。で、選択物。ああ、スナップできるってことなんですね。なるほどですね。この 3D カーソルそのものはどうやって動かすんだろう。わからんけど。これで、これって、マニピュレーターで動かせないのかな。まあ、いずれ動かせるようになるのかなっていうところだけど。選択したものをカーソルにスナップする。これグリッドだとだな。あ、近くのグリッド？ 3D グリッドってことかな。で、こうセットキープしたままカーソル。まあ、これはここに行くよね。っていうことか。
で、あとディスプレイオブジェクトってやつですね。表示、表示。これはもう代表的なよくある機能ですね。じゃあ次どんどん行こうかな。あとはこれシェーディングモード、ワイヤーフレームとか。まあ、今マテリアル入れてないからわかりにくいけど。これがビューポート。これが、なんだっけ。マテリアルプレビュー。これが レンダーした結果。っていうので切り替えられるってとこみたいですね。あとは、カメラの操作ですね。中ボタンベースですね。マヤはオルトベース、オルトと左クリック、レフトマウスボタン主体のオペレーションでしたけど、ブレンダーは中ボタンで、もう何も手を離してグリグリできるということですね。マヤって手離してグリグリできるっけな？できない気がしてきた。もうブレンダーとか触ってると、もうマヤってどうだっけって結構なっちゃうんですよね。っていうところ。で、シフト押すとこう、なんていうんだっけ、これ。トラック。で、ズームはコントロールかグリグリ。マウスの真ん中をグリグリする。そこですね。ね、まあ、シンプルですね。シフトとコントロールと中ボタンしか使わないんで。Z ブラシだとズームってなんか一回なんか押してから離してペンを置く、前後するとか、すごいややこしいイメとかあった気がしますね。Z ブラシとかだと。っていうのができると。で、次は G だと移動。これマニピュレーター出ないのかな。マヤだと WER ですね。ブレンダーだと G、R、S、G、RS って割と離れてる場所の、まあ、ショートカット、ホットキー変えればいいだけなんですけど、割と離れてるから、なんか、なんて言うんでしょう、ブラインドタッチ的な概念でやるとなかなか慣れないかもしれないですね。横並びってそういう意味ではやりやすかったなと思います。で、結構あれ、マヤだと、なんだろうな、G で移動して、R を押すと、この位置固定するじゃないですか。でも、ブレンダーの場合は、リセットされちゃう。決定しないとリセットされちゃう。ですよ。G を押して、R を押すと、この原点に戻るんで、一回 G を押したら、左で決定して、G、また G を押して、左で決定で、R って1回転決定みたいな、一度決定しないとダメってとこですね。っていうのはちょっと違いがあるってところでしょうか。あとは G を押しながら、あと X とか、こうやって、X で X 方向に固定とか、Y で Y 方向に固定、Z で Z 方向に固定とかっていう機能があります。これも一番下見ると全部やり方わかるんで、便利ですよね。スナップインバートとかわからんけど。スナップ。まあいいや。まあなんかスナップコントロールなんだ。これはやりやすいですね。グリッドのスナップか。これやりやすいですね。で、一応数値入力とかもできるっていうところですね。こうドラッグ。こうやって、これいいですよね。いいというか、マヤだとチャンネルボックスでできたっけな、こういうのできなかったような、全然覚えてないですね。覚えてる、よく使うんだけど覚えてないっていう。アトリビュートエディターでコントロールとかオルトとか押しながらだとマヤできたんだけど、こんなサクッとは手を離しながらはできなかった気がする。グローバル。ああ、こっちはそうなのか。こっちはローカル。で、ってとこなんですね。ローカル。まあ、関係ないってとこですね。ここ変えたところで、数値上は、まあ、全部ローカルってことなんですね。
で、これ名前とかはこうダブルクリックすればキューブ A とかキューブ B とか、ここはマヤと一緒ですね。ここ名前変えれば変わるってところですね。で、ハイドとかも一緒。一緒ではないけど、H で消えるってところですね。確かコントロール H かなんかでマヤは消えたはずですね。ハイド。ハイド。表示。やっぱ英語でいきなり。でも結構英語でやっぱ始めとかないとって思っちゃうんですよね。昔からの癖というか、マヤも昔は英語でやらないとなんたらみたいな変な慣習があったけど、今は変な慣習というか、その時翻訳が変だったりとか、いろいろ問題があったからっていう、作業上の問題ですね、があったりしたんで、英語になってたんですけど、今は多分大丈夫じゃないかなと思いますけど、まあ一応、海外のチュートリアルとか見るときも、日本語よりも英語の方が便利なので、英語でやるっていうふうにしてます。まあ英語の勉強にもなるとか言い訳もあるけれども、まあ、あんま勉強にならないですね。なんかここにあるだろうって覚えちゃって、翻訳までちゃんとしないっていうのはありますけどね。オブジェクト複製、これシフトデュプリケートみたいですね。コントロール CV でもできるけど、普通のコピーって感じですね。ができるってところ。かな。まあ大体こんな感じかな。あとはプリミティブが Ado でいろいろ入ってて、よくあるこの、なんていうんだっけこれ。いつも忘れちゃう。あ、スザンヌか。ここに書いてある。スザンヌさん。でもこういうなんか、フーディーでも豚とかいるけど、こういうテーマのあるキャラクターみたいな。昔、まあティーポットとかは 3D 界隈というか、なんでしょう。だと有名だけども、なんかこういうキャラいるっていいですよね。マヤだとなんだろうって言われて、まあ多分ないんだけど、なんかそういうキャラがいるっていうのはいいことだなと思いますね。大体の基本操作はこんな感じかな。なのでまあ慣れるとしたらやっぱこの、まずはモデルを移動することになれるのが、まあ一番最初のステップです。まあまずはここは全然簡単なんで、皆さんもちょっと覚えていければいいかなと思いますね。ちょっとギズモだけ取りたい。で、ちょっとやっぱ、なんとなくだけど、あれですね。これ、あ、シュートスペースか。やっぱ、こっちとか、なんていうんだっけ、これ。こういうメニュー、サイドツールバーか。とかよりも、まあ、ブレンダーはなんかショートカットのイメージがあるんで、シフトスペースでこう出たりして、で、これ G とか、こうインタラクティブ、ツイーク的な動きっていうのかな。GRS だと、マニピュレーターがちゃんと出ないんで、微調整とかにはいいんですけど、なんか、厳密にとかなんか、やるときは、このシフトスペースでモード切り替えた方がこう、マニピュレーター出るから、まあ、マヤ慣れしてる人はこっちの方がなんか親近感ありますよね。マニピュレーターベースのっていうところ。ローカルとかも、あれですね。慣れたら、マヤみたいに、ショートカットしたり、どっかに多分仕込みあるんだろうけど、まあそれもおいおい慣れていければなと思います。はい、今回はこの基本操作周りちょっといろいろやってみました。まあ、こんな感じで雑多にやってくるのでちょっとつまんないかもしれないですけど、まあ、自分がここまでやったんで皆さんもここまでやってみてもらえればどんどん一緒にやっていけると思うので、一緒にブレンダーを頑張りましょう。で、今回はブレンダー基本操作編となりました。はい、よろしければチャンネル登録、高評価にはならないと思うんで、まあ、楽しかったら嬉しいです。はい、以上です。